皆様こんにちは、JG です。グッピー水槽への底面フィルター導入。1GEX マリーナ M 水槽、18L 水槽への底面フィルター導入。と GEX40cm 水槽、20L 水槽リセット。M 水槽は底面フィルターを入れて砂利を入れています。 40cm 水槽のグッピーメスを M 水槽へ移します。網はセリアで買った金魚網台です。形状は四角です。水槽リセットのように多数魚を救う必要がある場合に役立ちます。網はセリアで買った金魚網、小、で残りをすくっていきます。2GEX マリーナ M 水槽、 18L 水槽への底面フィルター導入。 40cm 水槽からの引っ越しなので少し手狭になっています。水槽の大きさは20リットルから18Lなのでさほど変わりません。15匹ぐらいなので問題はないようです。3GEX40cm 水槽、 20L 水槽リセット。バケツに一時避難していたブルーグラスグッピーメスを投入しました。 40cm 水槽はグッピーメスを入れていました。ブルーグラスグッピーメスが30匹を超えたので水槽を交換しました。一時的な対応でしかないです。見てわかる通り手狭です。4GEX マリーナ M 水槽、 18L 水槽への底面フィルター導入。稚魚、稚魚が生まれています。稚魚が生まれるのが止まらない。水開示に排水の中に稚魚が紛れるので助けてしまいます。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。